今回はお腹が確実にへこむメニューになってます。出てしまう原因は肋骨の広がり、姿勢、腹横筋の低下、この3つにあるんです。この3つを意識して行うことで通常の腹筋メニューが3倍の効果が上がります。息を鼻から吸って口から吐く、口から吐き終わる瞬間に体を動かします。これはどのメニューでもやっていきますので、今の言ったことを意識しながら見ながら真似してください。どのメニューもしっかり胸を張って肋骨を開いて空気を吸う、口から吐きながらお腹と肋骨を締めながら腰を丸めながら息なくなったら動きます。全部3回ずついきます。見ながら真似してください。鼻から吸って口から吐きながらふー、腰を丸めて息なくなったら起きます。OK です。今度は片足曲げます。持ち上げて同じようにしっかり鼻から吸って口から吐きながらお腹を引っ込めて最後に起きる。いきましょう、スタート。しっかり開いて、しっかり締めて、締める。反対も一緒です。行きましょう。OK です。次は両足です。同じように吸って吐きましょう。スタート。鼻から吸って口から吐く、長く長く吐いて腰丸めながら、息なくなったら最後にさらに締める。OK。 で今度は足をパカッと開きます。これと同じようにしっかり呼吸して吐きましょう。スタート。しっかりあわら開いて、息吐く、ふー、開くなったら OK。 今度は息がなくなったら足を伸ばしながら起きます。今度は交互いきましょう。真似してください。吸って吐く、ふー、どんどん腰丸めて、
OK、はい、次寝たままです。鼻から吸って肋骨開いて息吐きながら最後に起きる。いきましょう、スタート。呼吸と動作が少し難しいかもしれませんが、しっかりね、呼吸が広がっていくとカロリー消費も上がっていくんで、脂肪燃焼効果、そしてお腹を引き締めるね、肋骨締め、腹横筋を使ってお腹をへこます、腰を丸める、最後に起き上がることによって反り腰解消になってますんで、動画を見ながら毎日1回続けてみてください。